今日は天気がいいね。このままどこかに出かけたい気分かも。あれ、あそこにいるのは、おーい、マシロちゃん。あ、マリナさん、こんにちは。こんにちは。これからどこかにお出かけ？あ、はい。最近見つけたお気に入りのカフェがあって、今日はそこに行こうと思って。そうなんだ、一人で行くの？その、アコちゃんとロッカちゃんと3人です。アコちゃんとロッカちゃん、なんだか珍しい組み合わせだね。この前ポピパさんのライブを見に行った時に偶然一緒になったんです。それからおしゃべりしたり、メッセージのやり取りとかするようになって。その日のポピファのライブがきっかけでみんな仲良くなったんだ。はい。あ、でもライブの後、ロックちゃんとは少しギクシャクしちゃいましたけど。ギクシャク？そのライブ中にロックちゃんがかすみさんに手を振ってもらったとか、前にポピパに誘われたことがあるって聞いて、なんだか胸がモヤモヤしちゃって。気づいたら、私がかすみさんにしてもらったことは聞かれてもないのにロックちゃんに喋ったりして。うわ、今思い出しても恥ずかしい。なんか対抗心が出ちゃったんだね。その気持ちはなんとなくわかるかも。好きなもののことでは負けたくないっていうか。はい。でも今はギクシャクしてないです。アコちゃんのおかげで仲直りできました。この前3人でゲームセンターに行ったり、クレーンゲームで協力して撮ったマシュラビ、あ、ぬいぐるみなんですけど、すごく大切な宝物になりました。その嬉しそうな顔を見たら、それが大切な宝物だってことよくわかるよ。仲良くなれてよかったね。はい。アコちゃんとロックちゃんのおかげです。友達作るの得意じゃないから、あの二人じゃなかったらうまくいかなかったかも。でも音楽を始めてなかったら、こんな風に友達ができてなかったと思うと、バンドって不思議ですね。なんだか人と人とをつなぐ透明な糸みたい。これからも音楽を通じてたくさんの人と仲良くなれたらいいね。はい、少しずつでもいろんな人とつながっていけたら嬉しいです。